開始します。はい、皆さんこんばんは。脱原発盛岡金曜デモ、年内最後の、歳末オーブリーデモでございます。よろしくお願いいたします。冬のコースが、確定いたしました。冬のコースが確定いたしました。そうですね、ここを出発しまして、警察署の方にずっと行きます。で、警察署を右折しまして、ずっと歩道沿いですね。で、東北銀行本店のところを右折して、ずっと歩道ですね。をずっと3ビルの方まで行きまして、3ビルのところを、七割桜の方面右折ですね。で、ここの、こっち側の内丸緑地に戻ってくるというコースで、確定いたしました。おそらく雪がなくなり、警察の方からの許可が出るまで、東北電力の方をまた回っていいよという許可が出るまで、おそらく冬のコースはずっとこのコースを通ることになるかと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それとですね、今日ですね、一応年内最後ということでですね、今までの寒波の収支報告をペーパーにさせていただきました。また、デモ前でもデモ後でも、皆さんにお配りしたいと思いますので、収支報告ペーパーにしましたので、ぜひそちらの方を、ぜひ欲しいという方はぜひ、どうぞ取りに来ていただいてください。はい、あといつもながらにまたカンパも募集してますので、もしよろしければぜひカンパの方を、いただければと思います。よろしくお願いいたします。あとですね、今日ですね、皆さん、年末ということでですね、一応デモ主体からですね、デモ後に、あったかい甘酒とあったかいお茶を用意させていただきましたので、皆さんにご、振る舞わさせていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。あ、すいません、ですね、あとこの旗 と、また、スピーカーを持っていただく方募集しております。あと、警備をしていただける方も募集しておりますので、もしよろしければそちらの方、やっていただける方よろしくお願いいたします。あ、そうですね、列は全部一列になります。冬の間は全部一列になります。それでですね、結構路面が凍結しておりますので、歩くときはくれぐれも、ご注意していただいて、注意していただいて、デモしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、あ、そうだ、忘れてた。あと消防署前、3ビルですね、3ビルのところを、大通りの3ビルのところを、右折したときに、消防署を通るんですけども、その消防署前ではシュプリヒコールをするなということですので、シュプリヒコールを控えさせていただきますので、皆さんもシュプリヒコールをやめていただき、コールがやんだらば皆さんもシュプリヒコールをやめていただいて静かにしていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。その中央消防署の前だけですね、そこだけシュプリヒコールをやめていただきたいという、それは警察からのご指導ですので、皆さん、そこはぜひ静かにしていただいてよろしくお願いいたします。はい、未だに寒波募集中ですので、もしよろしければお願いします。はい、それでは半出発になりますので、はい、こちらのここの旗ですね、ここの旗を、先頭に、一列で、整列していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ここの、一番前の旗を、先頭に、一列に並んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。スピーカー持っていただける方 と、旗持っていただける方はまだ募集してますので、よろしくお願いします。ですね、今日のすいません列なんですけども、私のコールするのとドラムがですね、すいません真ん中に行きます。でスピーカーができれば前と後ろで使うので、前で誰か一人ちょっとスピーカー持っていただける方がいたらスピーカーを一人お願いしたいと思います。はい、12月28日、第21回目の脱原発盛岡金曜デモです。今日は年内最後のデモになります。じゃあ旗を誰か、すいません旗を誰かどなたかお持ちいただければ。
今日も盛岡はかなり冷え込みまして、日中でも最低気温がマイナスになったりしてる、最近数日も冷え込みが激しいんですけども、路面もですね、雪が降っては溶けて降っては溶けてで、まだ積もってるんですが、冷え込んでこの雪がそのまま凍ってしまうので、ちょっと足元かなり危ないんですけども、それにもかかわらず、なかなか毎回60名以上の方が順調に集まってますので、盛岡にしてはこれはすごいことではないかとみんなで噂をしていました。ゆっくりしてください。それだけ早くしていきたいと思います。じゃあ、とりあえず練習してみましょう。原発いらない。太陽反対。原発いらない。太陽反対。男を守ろう。男を守ろう。みんなで守ろう。私を含めて54名いた模様です。54名でスタートです。Thank you.
下と反対、最下と反対、最下と反対、言葉を守る、言葉を守ろう、みんなで守ろう、言葉を守ろう、大人が守ろう、コースが決まりましたので、今盛岡東警察署の前を通過して東北銀行の本店の方に向かっています。中野橋の方なんですが、冬季のコースは夏とは反対に、こちら施設しまして、左手は盛岡城跡公園です。こちら、すぐそばに桜山神社という神社があるんですけども、この前の
店街をずっと通っていく形のコースになりました。の前を今通過しまして、東大通り商店街をまっすぐ行きます。左手は盛岡城跡公園です。桜山神社という神社が見えます。
東大通り商店街をずっと抜けまして、こちらは、こちらは3ビル前なんですが、ここから右側に折れまして、ちょっと坂道を登って中央通りまでまっすぐ登っていきます。こちらはですね、消防署と岩手県警の前に当たるので、ちょっと緊急車両の出入りなどがありますので、シュプレヒコールはここは中止して速やかにという指示なので、ここからはシュプレヒコールを上げずに一列になって進むことになっています。あれは大間原発は大間原発です。これもこのとんでもない危険な発展です。Thank you.
今あのここ、裁判所の前なんですが、裁判所前交差点通過した時点で私を含めまして、スタッフ含めまして72名いた模様です。今72名ほどで、裁判所の前を通過しました。あとここをまっすぐ中央通りをまっすぐ戻りまして、元 の、 あの内丸緑地公園でゴールになります。参加、実行委員がハイタッチでゴール地点で確認した時点で73名でした。
21回目、ハブコップとかその辺、あ、そうそうそう、ちょうど21回目のデモだそうです。一番最初が7月の下旬だったかな。ゼロ回があるんですね。思い起こせばですね、7月の下旬に検証前に集まってから一つの金曜日続けてまいりました。まあ早く終わるに越したことはなかったんですけども、21回続いてきました。でまあ皆さんの中でもいろいろご意見はあるでしょうけども、やっぱり先日のですね、選挙結果がやっぱり残念といえば残念なんですけども、やっぱり私たちはこういうことをやってですね、変わったことと変わらないことがあると思うんですね。で、今年の5月1日に原発がついに稼働がゼロになりました。で、去年から定期点検に入って再稼働できないまま、未だに動いているのは大井原発の3号機、4号機、わずか2機だけです。で、こんな事態はですね、やっぱり原発ができてからありえなかったわけであって、ここまで再稼働を止めてるっていうのは、やっぱり人々が声を上げ続けた結果なんだろうと思います。で、その一方でですね、やっぱり先日の選挙を見たときに、残念ながら原発を推進する人が多数を取りました。ただ、僕はもうね、それって別に、ある意味予測はされてました。で、例えば去年ですね、去年2011年か、青森県のですね、原発県でですね、何か所かで知事選挙がありました。で、青森の方だったんですけども、原発推進派が圧勝してるんですね。反対派と慎重派を足してもかなわない、はるかに原発推進の知事が圧勝しました。で、逆に言うと、その知事が圧勝してもですね、ご存知の通り、未だに青森県は一箇所も原発が再稼働できていません。で、その挙句に東通り原発では核弾頭があると規制委員会が認めました。で、やっぱりその選挙じゃなくて原発を止めてるのはこういう私たちの本当なんだということをですね、確認をして2013年につなげていきたいと。選挙結果はどうであれですね、私たちが公表し続けている限り原発が止まるんだと、諦めてしまえばそれで終わりなんだということはですね、思って行動していきたいと思います。で、まあだいぶ金曜日ありがとうございます。今ですね、実行委員の真田さんと日野岡さんが甘酒を用意してくれまして、甘酒を参加した皆さんに振る舞ってます。お話をしながら皆さんでちょっと甘酒を飲んで温まってます。皆さんの息が白いのが見えるでしょうか。すごく寒いです。夏になんか参議院選挙があるらしいので、とりあえずそこに向けてもう一回人々のね、こういう脱原発の動きを表に出して、街に出してですね、意思表示をしていけたらいいなと思っております。はい、ということです。どうも皆様お疲れ様でした。また来週金曜日新年のデモでお会いしましょう。あの、すいません、お手拭きの方ここに来たらコップをどんどん取っていっていただければ、ちょっと人手がいないので、どうぞ温かいものありますんで、どうぞ。土曜初めの日にデモ始めだな。1月の4日から新年をやりますので、お暇の方はぜひいらしてください。暇じゃなくても時間作ってくれ。どうも。はい、ありがとうございます。あ、乾杯。はい、甘酒代にもならない。甘酒代にもならない。甘酒代にもならない。はい、すいません、こちらのにゴミ袋ございますので、どうぞ飲み終わった方、飲み終わった方、どうぞこちらのに、あと缶も募集しておりますので、飲み終わった方、こちらのにゴミ袋のご飲みをぜひ行ってください。東京電波の乗っ取りだよ。やってる私もあれだけど。
よろしいですか。今出るんだって、ネットで。今、朝先の映像が今出る。あ、本当。時差があるんですね、やっぱりね。今皆さん甘酒飲んで温まってます今日は、年内最後のデモだったんですけど73名の出席でした。今の気温何度か分かんないんですけど、ここ数日はもう日中でも最高気温がマイナスなのでかなりの冷え込みなんですが、こういう冷え込みの中でも73名集まるっていうのはやっぱりすごいですね。皆さんの脱原発にかける思いや強いものがやっぱり感じられると思います。こういうのをぜひぜひもっと情報を発信していきたいですね。IWJ もできるだけデモ、デモは毎週ずっとやってきたんですよね。7月に最初のデモがスタートしてから毎週毎週ずっと、こちらの地元 のお祭りとかいろいろ行事にぶつかってデモ自体の申請が通らなくて中止になった時はあったんですけども、ほぼ毎週欠かさずこの年末まで続けてきましたので できるだけ IWJ でも中継をしてきたんですが、何分ですね、全員ボランティアのスタッフなので今4人ほど一応できる人いるんですけど、私を含めて4人ほどいるんですけども、皆さんそれぞれ仕事持ってたりちょっと遠方の方だったりしてなかなか都合がつかなくて中継がどうしても誰もできなくなっちゃう時っていうのがあるので、何回か抜けてしまった日がやっぱりあるんですよね。もうなのでできればもうちょっとこうスタッフも増えてくれるともう少しいろんな角度からまた情報発信ができると思うんですけれども、年明けも来週1月4日からまた毎週ずっと続けていくことになってますので、まだ参加してない方も飛び飛びしか参加できてないなという方もぜひぜひご都合のつく時には参加してください。あとこちらの中継のスタッフをですねお手伝いしてくれる方もしいらっしゃいましたら毎回じゃなくても構わないのでできる時で構いませんので、できる人ができる時に、それぞれ担当するという形で今もやってますので、もし一緒にやってもいいなという方がいらっしゃいましたらぜひお声かけていただきたいと思います。脱原発盛岡金曜デモのブログですとか、Facebook の方にも公式のページがあります。そちらの方にご意見寄せていただいてもいいですし、あとツイッターなどでも情報を流したりしてますので、そちらの方にお返事とかいただければまた詳しいことをお話しできると思いますので、ぜひぜひご一緒に参加できる方はぜひ一緒に情報発信をしていけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。年内は今日で終わりなんですけども、来週1月4日からまた年明け2013年のデモはスタートします。冬季のコースはですね今日回ってきたんですけども、盛岡ここまっすぐ行った盛岡東警察署市役所突き当たりのところから右折して、さらに東北銀行本店前を右折して東大通り商店街桜山神社のあるところの商店街ですねの商店街をずっとこう道なりに通過して、3ビルの前まで来ましたら消防署岩手県警本部前の坂道を登って中央通りまで出てここまで戻ってくるというとぐるっと一周するコースになりました。ちょっと前回までは許可がなかなか下りなくてですね桜山神社の参道を通るとても短いコースで開催したんですけれども少し長めのコースで警察の方で許可を下さいましたので
冬季はしばらく今日やったコースで実行されると思います。まだまだあの冷え込みが厳しくて雪が残ってまして、これ夜になると冷え込んで凍っちゃうんですよね。なのでちょっと非常に夜は危険なので、まあ、警察公安の方でもあの事故とかねあったら大変だっていうのでかなり心配をされてまして、まあ、ちょっと無理を言ってるところもあるんですけども、でもあのきちんと許可をして開催させていただいてますので、まあ、参加する方もあの車道に出たりとかですね、警備している人ももちろんボランティアでスタッフ出てるんですが、あの参加される方もですね、車道に出たりとか無理なコースは通らないようにあのちょっとこう安全第一で毎回こう順当にデモが実行できるようにみんなで協力して進めていけたらいいなと思います。はい、ではそろそろ私も寒いので甘酒をいただきたいので中継はこの辺でスタートじゃないや終了させていただきます。年内のデモは本日で終了です。年明けは1月4日にまた6時半スタートで開催いたします。こちらも私あの1月4日の日は中継させていただく予定ですので、また1月4日からどうぞよろしくお願いします。応援のツイートなど毎回してくださってるあの見てくださってる皆さん本当にありがとうございます。あのスタッフとか参加している方にもあの中継を見てツイートしてくれてる方がこんなにいるよっていうのを私の方から連絡しまして、あの皆さんとても喜んでます。あのとても励みになりますので今後もぜひぜひよろしくお願いします。では、今年度の脱原発盛岡金曜デモはこれで中継を終了させていただきます。皆さん良いお年をお迎えください。どうもありがとうございました。